ちなみになんかラブシーンとかやったことある？あります。今まで。あ、マジで？はい、あります。あ、キスシーンとか。あります、あります。まあ、それはまあ、ちなみにレギュスでもありましたけど。あ、もう冒頭からまあ、あります。まあ、他の作品とかでも、じゃあ、例えば。ありますね。あったりするんだ。ああいうのって、でもやっぱり、気持ちを組んでるからかどうかもあるかもしれないですけども、うん、やっぱり、ドキッとはしますよね。うんうん、なんか、恥ずかしいっていうよりは、まあ、ドキドキするぜって感じですね。ああ、ドキドキ。なんか、あの頃に戻れたみたいな。どの頃だみたいな。どの頃だ。本当に。はい、剣道で引退試合で負けた頃のドキドキ感。そのドキドキ感が。また掘り返されてる。ああ、俺負けちゃうかも。面いけるって無軌道でやられちゃった時のドキドキ感か。もう、砂漠で楽屋逃げられてほしいですね。この人のネタパクっちゃダメだよ。俺が言えることじゃないから。ねえ、確かに。え、BL とかってちなみにやったことあるの？ないんすよ、これ。あれも独特で特殊な感じでね。あれやると麻痺してくるよ。要するに。そうなんですか？うん、ずっとやってると。いや、うん、割り切れ。やりたいとは思うんですけども、うん、いかんせん、メインのキャラクターはまだやったことないです。あ、なるほど。サブキャラクターで、メルバがないキャラクター、うん。あれね、よくほんと聞かれるんだけど、はい、男同士で、はい、あれどういう感覚なんですか、はい、って聞かれるんだけど、なんかもうね、慣れる。慣れる。慣れるって言うと語弊があるし、はい、まあ、割り切るっていうか、どっちかというと仕事だからっていうのも語弊がとてもあるんだけども、どっちかっていうと感覚的にはそこに、そこの境地にたどり着かないと、やばすですよ。だから要するにそれ引きずっちゃうから、やらしちゃって、そうすると本当に男の人を好きにならないと、やばいんじゃないかって、その辺のやっぱ線引きっていうのはね、所詮やっぱ演技とリアルが違うんだっていうところで分けるようにしてんだよ。ちゃんと芝居というものを、そうやらなきゃいけない。男としてもほら、やっぱ基本的にノーマルだとするとさ、ノーマルって言い方もあれだけど、そこはどうしたってこう完全に理解ができない。そう感情としてるね。まあ何かに置き換えたりとか、はい、その好きだっていう愛っていう感情。うん、例えばじゃあ相手を女の人に見立てて、はい、とかっていうのがあるけど、そういうのもあるっすね。まあそれも人の方法論でそれぞれだから、何が起こるかだけだと、その人としての何が触ってるかだけだから、その方法論は人それぞれ。僕はまあある程度こうやっぱ BL に関しては、ちょっといろいろあるんだけど、はい、でもそれちょっといろんな怖さとかもある。そこはもうなんか割り切りがある程度あってみたいなところもあるんだけどねっていう感じ。聞いてもいいですか？あ、ノブはまだないんだ。ないんですけども、濡れ場とかとはやっぱかなりやばい。濡れ場はだって俺もギンギンでやってるもん。はい、女性ですから。もうだからシャーニットが、はい、シャーニットに濡れ場があったと、あったとすごくもう切り立ってるし、俺もその3倍切り立ってるぐらいのつもりでやってますと。だからシャーニットがもう誰か女の子一人とね、ラブシーンがあるんだとしたら、俺の中ではもう2人とやってるぐらいの勢いでってさっき言いたかった。改めて今ちょっと言いたくなっちゃった。1対2ってそういうことだったんだけど、第三者の俺がいて1対2どうするんだよっていうことなんだ。そのくらいのつもりでやってるよっていう質問です。はい、何飲むの？あのですね、受けはやったことあるんでしょ？僕受け多いよ。受けの場合はどうなんでしょう？受けはもう完全にだからそういう自分は女性のなるんですよ。気持ちは女性になるんですよ。自分に抱かれてきた女その女性の反応とかリアルな感じを思い出しながらやればいいんですよ。うん、やればいいんですけど、おかしいけどそういう風な感じでやってるっていう人それぞれあるということで、なんかすごくね、キスミーさん、女性の方からのキスミーさんのメールだったんで、そうですね、張り切って喋ってしまいましたけど、いきなり BL 話とかになってしまいました。ものすごくなんかね、これ貴重ですよ。これはなかなか危険ですよ、ね、本当に女性なんですね。ノブチンもこれからどんどんね、はい、やっていきたいですね。乗れば乗ればリアルな表現ができるために、そうですね。どんどんこうね、どんどん濡れていきたいです。濡れて、多少本当にそうそうそういうことそういうこと、そういうこと言う。濡れていこう。上でも私たちびしょ濡れになろう。うん、だからびしょ濡れにしてください。女性リスナー諸君たち。俺たちを濡れさせて、僕を汚して、僕を汚して。